渡辺火山の墓城宝寺は、愛知県田原下原町にある浄土宗の寺院。3号は、弁天山。東海七福神の一つ、米財天が祀られている。白宝寺は、豊橋鉄道厚見線三河田原駅近くに所在する。田原城城下町の南端は、寺院が4軒並んでおり、白宝寺はそのうち最も東に位置する。この4軒の寺院は、 外敵の侵入させないために兵を駐屯できるよう設けられたと考えられている。白宝寺の自伝は空海によって公認2年に改装されたものとしている。かつては高杉山雪の理事と称していた。王永2年5月に三誉丸空山商人が浄土宗へと改修、皇徳法院によって王永5年に創立された。永6 7年8月。 家康当初の元上鎮後の寺として知るだからと、改消し、空山商人を解散とした。渡辺火山の墓所として知られており、境内には火山の区比、三夜や春大地も通る、筋虫さえが立っている。これは火山が26歳の時、反省に関する改革意見書を上申するも、棄却され、その無念さを読んだ句である。 厚み半島最大の古墳である白宝寺古墳が山門の右手にある愛知県の史跡に指定されている円墳に分類され6世紀末に作られた横穴式石室を持つ。原室は長さ6.4メートル、幅2.4メートルで、沿道は長さ2.3メートル、幅1.2メートルである。ありがとうございます。